群れの中の黒い羊、ウィリアム・ウォーレス・デンスローのザ・ブラック・シープ1901年のマザー・グース・版英語において黒い羊は家族内で浮いている人のように集団内での異質な生因について説明するために使用される慣用句である。この言葉は毛が一般的な白色ではなく黒く変色した羊に由来する。黒く色づいた羊は群れの中で目立つ存在であり、 加えて、黒い羊毛は染色できなかったため、旧来より価値の低いものだと考えられていた。一般的には、身勝手によって要望や期待から逸脱していることを暗誘する否定的な意味合いを持っている。心理学では、集団の声員が好感を持つ特定の内集団の声員をひいき目に評価し、そこから逸脱した内集団の声員を、 外集団の生員よりも低く評価するようになる傾向のことを指して黒い羊効果と呼称する。ほとんどの羊においては白い羊毛はアルビノによるものではなく色素の生成を抑える優性遺伝によるものである。つまり黒い羊毛は先生遺伝によるものであり白いオスの羊と白いメスの羊がそれぞれ黒のヘテロ接合である場合 約25%の確率で黒い子羊が生まれる、計算となる。実際に、ほとんどの白い羊の品種においては、黒のヘテロ接合を持つ白い羊は、ごくわずかであり、黒い子羊が生まれる、可能性は、極めて低い。この言葉は、白い羊の群れの中で、ごく稀に黒い羊が生まれることに由来する。黒い羊毛は染色できなかったため、 商業的に寄付されるものであった。また、18世紀から19世紀のイギリスでは、黒色の羊は悪魔の印とみなされていた。現在の要例では、それらの否定的な意味合いをいくらか失ってはいるものの、大抵の場合は、集団の中で好ましくないとみなされる特徴や欠点を持つ生因に対して使われる。ジェシカ・ミッドフォードは、 ファシストの貴族一家の中の共産主義者であったことから、自らを赤い羊であると述べた。また、かつてのスペイン第二共和制のバルセロナでは、カタルーニャ語で黒い羊を意味する、LBE ネグラという社会風刺を扱う週刊誌が出版されていた。1988年、あるベルギーの大学生を対象として、交換の持てるベルギー人学生や、 交換の持てない北アフリカ人学生などの集団に分類された典型的な人物の印象に対し、それぞれに社交性、礼儀正しさ、暴力性、冷静さなどの特性の好ましさを7段階で評価する実験が行われた。その結果、交換の持てる内集団の成員の評価が最も高く、交換の持てない内集団の成員が最も低く、 外集団の成員は交換が持てるかどうかに関わらず、その中間に位置することが示された。このうち集団における評価の高低差が同等の外集団と比較して極端に現れることを黒い羊効果という。この効果は様々な集団間の背景や条件下で示されており、多くの実験では内集団において通常よりも 評価の肯定差があることが導かれている。1987年のミロスワフバウカによるブラック、ポープブラックシープの彫像を黒い羊効果に関する実証研究は、主に社会的自己同一性の研究により行われている。集団形成において、その成員は肯定的かつ独自性のある社会的アイデンティティの維持を動機づけられており、結果として、 集団の声員は交換の持てる声員を強調し、外集団の声員よりも肯定的に評価することで、内集団の印象を支える、内集団バイアスと呼ばれる現象が発生する。さらに、肯定的な社会的アイデンティティは、集団の基準から逸脱する声員の存在により、脅かされる可能性を秘めている。集団の印象を守るため、内集団の声員は、 内集団での逸脱した声員に対し、外集団の声員よりもさらに厳しい評価を行う。これは、その脅威を集団から心理的に切り捨てる行為であると考えられている。加えて、2003年、エーデルマンとビエルナットは、逸脱した内集団の声員により、個人のアイデンティティまで脅かされることを示した。そして、逸脱した成員の評価の格下げを行うことは、 対人関係における差別化を行う個人としての反応であると論じた。また、1998年、カーンとランバートは効果を強化する可能性のある同化や比較などの認知プロセスについての調査の必要性を示している。黒い羊効果は広く支持されているものの、例外も発見されている。例えば、白人の参加者は、 不適格な黒人に対して不適格な白人よりも否定的に評価したことが示されている。このように黒い羊効果に影響を及ぼすいくつかの要因が存在する。内集団への同意志が高く関与が積極的なほど黒い羊効果が発現しやすい。また逸脱を説明する状況も黒い羊効果の発生に影響する要因となっている。ありがとうございます。